レジットはアメリカ合衆国の刑事板型ソーシャルニュースサイト。主に英語圏のユーザーを対象とする。ニュース記事、画像のリンクやテキストを投稿し、コメントをつけることが可能。カリフォルニア州サンフランシスコに拠点を置くレジット、インクが運営する。2021年1月時点の月間利用者数は4億3000万人。欧米では、 ツイッターユーザー数並び利用時間を超える、ウェブサイトへのリンクを収集、公開する、ソーシャルブックマークサイト。ニュース記事、画像などの紹介や、感想募集のトピックを誰でも立てられる、ソーシャルニュースサイトでもあり、トピックについてのコメントを誰でも書き込める、電子掲示板の一種でもある。投稿されたトピックやコメントは、他のユーザーの投票にかけられる。 各ユーザーはそのトピックやコメントについての得点を1点足したり引いたりできる。投票結果とその時間経過によってランク付けされ、ランク順に表示される。レジットでは特定の領域向けに焦点を当てたコミュニティをサブレディットと呼ぶ。これは匿名掲示板にチャンネルなどにおける板に相当するものであるが、ユーザーが自主的に立ち上げることが可能である。 掲示板の管理人に相当するモッドはユーザーの中から選ばれる。閲覧だけなら誰でも可能であるが、コメントや投稿を行う場合にはアカウント登録が必要である。登録自体はアカウント名とパスワードを決めるだけの簡単なものであり、メールアドレス登録は任意、その他の個人情報は必要としない。2021年6月時点の国別利用者を見ると、 アメリカ合衆国からのアクセスが48.9%で、最も多く、イギリス7.7%、カナダ7.5%、オーストラリア3.8%、ドイツ3.1%と続く。CEO のスティーブ・ハフマンハクティビストとしても知られた、アーロン・スワーツ・レジットは、サンフランシスコに拠点を置く。スティーブ・ハフマンとアレクシス・オハニアンが2005年に創業し、 ベンチャーキャピタルの Y コンビネータから初期の出資を得た。創業チームにはクリストファー・スローが2006年1月に加わり、インフォミの合併の結果、アーロン・スワーツが同年2月に加わった。創設者、アレクシスの考案によるレジットのマスコット、スヌーは可愛い知的な未来からの生物である。マスコットは祝日その他のイベントに応じて頻繁に変更される。 2019年、中国テンセントから3億ドルの資金調達を受け、レジットの評価額は30億ドルに達した。2021年8月には、米資産運用大手のフィデリティインベストメンツから最大7億ドルの資金調達を受けることで合意し、企業価値は100億ドルを超えている。将来的には、株式上場も視野に入れている。2020年12月、 短尺動画サービスのダブスマッシュを買収したことを発表した。レジットの特筆すべき文化、サブレディットの一つに2009年5月に設立された、イヤマと呼ばれるものがある。これは、アイアムエもしくはアスクメ t ニシングの頭文字で、あり、投稿者がユーザーの質問に答えるというものである。著名人の参加者として、2012年の選挙キャンペーン中のバラク・オバマ大統領や、 マドンナ、ビル・ゲイツ、ロジャー・フェデラーなどが挙げられる。Google 広報部門の統計によると、レジットユーザーの74%は男性である。2016年、ピュー・リサーチセンターは、米国の成人の4%がレジットを使用しており、その67%が男性であることを示す。調査を発表した。ユーザーの78%がレジットからニュースを受け取る。 ユーザー層は平均的にかなり若く1%未満のユーザーが65歳以上である傾向がある。レジットはそのユーザー層に熱狂的な集団が存在することが一部で知られているが、これはオフビートで風変わりで反対性的であると形容されている。スラッシュドット効果と同様にレジットにリンクされた後トラフィックの大量流入によって 小規模なウェブサイトがクラッシュするとレジット効果というものが発生する。これはレジットの死の法要とも呼ばれている。ありがとうございます。